グリエルモ・ステンダルドは、イタリア・ナポリ出身のサッカー選手。ルイス所属。ポジションは DF。弟は、レガプロのマテーラ・カルチョに所属している、マリアーノ・ステンダルド。地元 SSC ・ナポリの下部組織出身。1998年に UC ・サンプドリアへ、移籍した。その後、サレルニターナ・カルチョ1919 19、カルチョ・カターニアへのレンタル移籍を経て、 2004年7月1日にペルージャカルチョへ完全移籍。2005年7月17日には SS ラツィオへ移籍した。ラツィオではセンターバックの定位置を確保し、2006から07シーズンのリーグ3位躍進に貢献した。2007年12月15日のユベントス FC 戦で敗れるとデディオロッシュ監督時用法をめぐって衝突。 翌年1月27日にそのユベントスにレンタル遺跡となった。ここでは、ジョルジョ・キエリーに、ニコラル・レグロッターリエ、ジョナタン・ゼビナに次ぐ4番手扱いで5試合の出場に、止まり、9月1日に US レッチェへ、レンタル遺跡。クラブの2部降格は防げず、2009年7月17日に、レンタルバックした。復帰後も、ジュゼッペ・ビアーバや、アンドレ・ディアスの加入、 さらには、モビトディアキテの台頭もあって出番には恵まれず、2012年1月18日にアタランタ b c へ、レンタル移籍、16試合に出場し、シーズン終了後に完全移籍となった。2017年1月3日、デリフィーノペスカーラ1936とシーズン末までの契約を締結した2018年2月に現役を引退。その後は、 グイドカルリ社会科学国際自由大学に入学する。12月には同大学の選手として現役復帰した。アンダー世代のイタリア代表選出経験がある。ありがとうございます。